以前からね、そう、こういうのを1個リクエストもらってて、で、いいのが出たじゃないですか。で、ペヤングはね、群馬の会社なんですよ。で、ずっと、その、まあ、群馬なんで、いや、これペヤングをちょっとなんかやんなきゃなと思って、辛いのは結構好きなんですけど、激辛とか食べたことなかったんですね。で、まあ、こう、ソースかけた時のまず匂いからちょっとやべえなっていう、それこう人が食べる匂いじゃないんだよ、これ。って思って、ちょっと言ったらさ、これ、やっべ、うまいとかじゃないっすよ、これめっちゃやろ。ちょっとだけうまいって思ってる自分がいるんですけど、いや、いねえかな、いないかな、いないかもしんないけど、あ、辛っ。自分割とですね、あの、物事に対してリアクションが結構薄いんですよ、よく言われるんですけど、だからすげえ淡々と食べて、なんか、みたいな動画で終わりたかったんです、予定では。あー、待って、なんか痛い、この辺行って。なんだろう、やばいんですけど、やばいんですけどね、こう、ちょっともうちょっと頑張ってみようかなって気が起きる。ペヤングやるな、ペヤングさん、さすがっす。待って、ごめんなさいね。あー、行って。なんかね、こう飲み込むときに、当てちゃいけない期間がある気がする。どっか、ここに当てたら多分もうむせるみたいなとこをうまくかわしながらこう食べなきゃいけない気がするんですけど、よくわかんないですね。何言ってかよくわかんないです。行くならほんと、一気に行かないといけないですね、これ。止まったらまた多分ここの繰り返しなんで。怖いな。OK! はい、お疲れ様でした。で、本当はね、もともとリクエストいただいたのは、この今回のエンドじゃなくて、これだったんですよ。Amazon で買ったんですけど、なんだっけ、なんか、有名なんだよね。読めないや。これやってくださいって言われたんですね。まあまあまあ、ちょうどエンドが出たんで、まあ、群馬らしいと思って。読みようか。もう一個はね、ホリエモンの本、なんだっけ、すべての教育は洗脳であるってやつ。これもね、あのリスナーさんから読んでみたらどうですかって言っていただいてね、ちょっとアマゾンで買ったんですけど、はあ、俺何やってんだろう。